遠藤航さんが激白。1億円で丸々の左足が欲しい。サッカー日本代表主将のミッドフィルダー、遠藤航31リバプールが21日、フジテレビポカポカにゲストとして生出演。番組内の質問コーナーで、フリーアナウンサーの神田愛花から、お金で買えるならこの人のこの技が欲しいかを問われると、遠藤は丸札を挙げた。その理由として、僕は守備的な選手なので、攻撃的な選手、ストライカーの点を取る能力が欲しいですと明かした。ハライチの澤部優は特に誰？と質問。遠藤はチームメイトで言ったらエジプト代表フォワードのモハメド・サラー、ドリブルから左足のシュートとか、あの左足を変えるなら変えたいですねと答えた。神田から攻めたかった？と聞かれると遠藤は、フォワードをやってみたかったですね。プロキャリアの中でも点を取るのって憧れるじゃないですか。子供の頃から。僕ももともとフォワードだったので、フォワードをやるのは憧れますと明かした。澤部はさらに、サラーの左足を変えるならいくら出します？と質問。遠藤は少し考え込みつつ1億円くらいですかねと答えた。続けてそれ以上の価値はあると思います。数十億の価値はあると思いますと答えた。それに対し、澤部も負けじと、その競りに参加してたら10億くらい出すと話して、笑わせていた。1億で買って、それが身につくなら10億でも安いよね。サラーのダッシュは、ファミコンチビマリオの B ダッシュに見える。頭や体がブレずに足だけ高速回転してる感じがまさに、コスプレに合うと思う。遠藤はこの足を買うといいよ。サラーは左足だけで、点を取っているわけではない。いやいや、抽象表現を理解しましょう。遠藤選手はそんなこと100も承知。物理的に左足が欲しいわけないですよね。価値は買ってるのに、1億しか出さないの。面白すぎ。